こんばんは、あいかです。今日はですね、ルブタンで購入したコスメをご紹介したいと思います。でクリスチャンルブタンのコスメね、今回初めて購入したんですけれども、アイテムがいくつかあるので2回に分けてご紹介したいと思います。今回はまずですね、やっぱりアイコン的存在ということでリップアイテムをご紹介します。東京でね、いろいろ買い物したアイテム、ルブタンどうしてね、この後回しになっていたかというと、単純にですね、ちょっと品名のカタカナがですね、呪文系でして、旅行先で購入品をね、ババッとご紹介した時にもすごいカミカミだったと思うんですが、なんせね、名前が読みにくいで、下噛みそうになるので、なんとなく後回しになっていました。で早速紹介していきたいんですけれども、今回購入したリップアイテムはこちらの2つになります。でカウンターで BA さんからお話を聞いたところ、やっぱりね、このリップアイテムが一番こう人気みたいで、海外の方がね、お土産なんかにもよく購入されるそうでした。で私がタッチアップしていた時も、中国の男性の方だと思うんですけれども、こういっぱい免税で買い物したものいっぱい持った方が、これ指差しこれみたいな感じで買い物してました。でルブタンのリップアイテムというと、普通の口紅とあとリキッドルージュがあります。でリキッドルージュの方はすごいカラー展開多かったので、もしかしたらその中にグロスもあるのかもしれないんですけれども、私が購入したのは口紅とリキッドルージュになります。ここもですね、微妙にこんな感じで違っていて、こちらはロゴがゴールドで、こちらはブラックのロゴになっています。じゃあまず口紅の方から見ていきたいと思います。はい、開封します。ほい、こんな感じです。やっぱりアクセサリーっぽいですよね。これはね、さすがにこの箱捨てれないなと思います。品名なんですけれども、はい、いきますよ。クリスチャンルブタンシアーボアルルージュルブタン 3.5g になっています。で取り出してみますね。これなんですけれども、こんな感じで取ると、ほい、本体がここの部分ですね。でその先にこんな感じでレースのリボンがついています。でここが結べるので、なんかスタッフの皆さんはこれネックレスにされていました。でなんかチャームにしてもいいっていうことだったんですけれども、こんな感じの糸を巻く紙みたいなのに巻きついています。で布製のケースもついています。じゃあこちら早速開けてみたいと思います。重さはね、結構あります。ずっしり。ほ、キャップの中も赤です。こんな感じです。かわいい。でここにルブタンのロゴが入っています。この重さがいいですよね。これ軽かったらたちまちすっごいチープな感じになると思うんですけど、なんだろう、コスメと思えない重さ、重しになるぐらいの重さです。ゲランのルージュジェですかね、あれも結構重いんですけれども、あれとちょっと重さ比較したいここで回すと結構出ますね。怖いけど全部出してみようかな。あ、全部出してこれくらいの長さですね。まあまあ普通な量かなと思います。怖いんで早々に。実はですね、先日リップ動画撮っていて、ここにこうスウォッチいつも撮るんですけども、マックのお気に入りの日本ですね、あれ素知らぬ顔でこうやってましたけど、実はグキって途中で折れちゃって、うわーってなったんですけど、こう指でこうちょっとね、形戻してこうスーって格納しました。どうしよう、あれ元に戻らなかったら。すごい気に入ってるんですけど、もうブラシでこじるしかないですかね。こちらなんですけれども、この赤リップはボディのところが黒色になっていて、確かこちらの赤リップはですね、3タイプあったかと思うんですけれども、質感の違いだったかと思います。で私は赤リップはあんまり得意な色ではないので、一番薄付きなものということで、こちらのシアーなタイプをご紹介いただきました。じゃあ早速色を見ていきたいと思います。折れたらいけないので今日は慎重めにいきますよ。まあここ3回ぐらいこうやって引いたんですけれども、結構シアーだと思いませんか、ね、見た目はほんとシンクっていう感じなんですけれども、こうやってのせてみると真っ赤なリップが苦手な人でも使いやすそうな質感だと思います。赤苦手とはいえね、やっぱりルブタンだった赤ね、1本欲しかったのでこちらにしたんですけれども、早速ねつけてみたいと思います。先にベースを仕込んでおきます。マックのプレッププライムリップです。これね、最近すごい好きです。めちゃくちゃ使いやすい。リップベースでなかなか合うのがなかったので、今まではディオールのリップグローとか使ってたんですけれども、やっぱね色がつかないので、色味をねお見せしたい時はこういう透明タイプがいいですよね。じゃあつけたいと思います。
今さーっと塗ってこんな感じですね。もうちょっと重ねてみましょうかね。なんか透明感あるんですけど、きちっと重ねてムラをなくした方が良さそう。なんかこうわざとムラっぽくポンポンって仕上げるよりは綺麗に均一に塗った方が良さそうですね。はい、塗ってみました。こんな感じです。塗ってみた感想なんですけれども、テクスチャーはすごい滑らかです。リップバーム系でも塗った時のこの感触の良さで言うとトム・フォードのリップですね、あちらの方がやっぱりね格上かなっていう気がします。まあまあごくごく普通に塗りやすいリップっていうテクスチャーですね。でさっきも言ったように多分ねこれは綺麗に均一にのせた方がいいかなっていう印象なんですけれども、赤なのでこの輪郭とかですね、本当だったらリップペンシルとかでこう綺麗に取って塗った方がいいと思います。で私はただリップペンシル使うとやっぱ乾燥するので、このね輪郭が真っ赤にね腫れるんですよ。で使えないのでいつもリップだけで仕上げてるんですけど、やっぱね年齢重ねるとこのね輪郭がね、こう若い方知らないと思うんですけれども、輪郭がねぼやけるというか、特にね私ここですね、いつもはみ出たように見えてるかもしれないんですけど輪郭がねぼやけてるんですよ。なのでこうきちっとギリギリまでコンシーラーとかファンデーションで隠すとかしないとなんとなくね締まりが悪い感じになっちゃうんですけど、まあ、話それましたけどね。なので、まあ、ペンシルタイプのリップライナーね使っても平気っていう方はそちらでまあきっちり輪郭取って、でリップブラシでこう均一につけた方がやっぱりねいいかと思います。今日はどんな感じかちょっと直付けしてみたんですけれども、私もこれはリップブラシ使ってもいいかなと思います。でもなんだろう、こうべったりつくタイプの赤リップよりはね全然使えると思います。やっぱね真っ赤なリップって憧れるんですけどなかなかね使うシーンがないんですよね。なのでこれくらい透明感あるとぐんと使いやすくなるかなと思います。はい、そしたら2本目ですね、こちらです。開封します。はい、はい、これも可愛いです。こちらはですねクリスチャンルブタンルビラック 702L アルタレビアルタレバアルタレバアルタレバ、こちらは内容量 4.7ml になっています。これも出してみたいと思います。こちらもですねこんな感じでリボンがついています。ね、色がさっきは黒でしたけどこちらはゴールドになっています。そうそう、スタッフの方はなんか多分制服が黒なのでこちらのリボンがゴールドタイプをつけていらっしゃいました。こちらはケースもゴールドになっています。すごい、これなんかこの先端まで塗って折り返すのがめんどくさそう。しかもこれなんか両サイド縫い目がない、なんだろう、接着してるのかな。はい、じゃあこちらですね早速開封してみたいと思います。大きさはこんな感じです。回して開けると、いや立たせれないのがちょっと困りますね。なんだろう、あのブラシスタンドにでも立てるようにしましょうかね。チップはこのぐらいの大きさです。この色はね失敗ないと思うんですよ、この702番。なのでなんか1本欲しいけれど例えば誰かにお土産で買ってきてもらうから色選べないみたいな時あれば702番多分ねどなたでも合うと思うので、とりあえず1本という方はこれを頼んでみるといいと思います。でこちら先に装置をお見せします。グロスじゃなくてリキッドルージュなのでねっとりしっかりつきますね。はい、こんな色味です。ね、めっちゃくちゃ好みというかこの色嫌いな人いないんじゃないでしょうかね。なんかボトルで見ると結構ね明度の高いピンクっぽいベージュに見えるんですけど、こうやってね手にのせるとちょっとね赤みを感じるというか落ち着いた色に見えます。じゃあ早速つけてみたいんですけれども、先ほどの赤リップ一度オフしたいと思います。じゃあこちら使ってオフします。やっぱリキッドクレンジングといえばこれがメジャーな気がします。これは何だったっけ、マイルドボックスに入ってたのかな、ちょっとうろ覚えですけれども動画の撮影の時に使ってます。水飲むのめっちゃ落ちる。じゃあもう一度こちらのリップベース塗っておきます。こちらいよいよつけていきます。すごい高発色、そんなに重ねなくてもこれくらいの発色をしてくれます。これはグロスなしでもうこれだけで仕上げていいと思います。
これはね、唇の色を結構しっかりカバーしてくれます。ちょっと透明感あってリキッドルージュとはいえなんかグロスっぽい仕上がりだったらこれに重ねてみようかなとか思ったんですけど、これはね多分重ねても下の色消しちゃうのでもうこれだけで使った方が良さそうですね。でチップがですね、長さはそんなにないんですけれども幅があるので割とね面を使って塗るとちょこちょこ塗り直さなくても一回取り出した量でしっかり塗ることができます。でこの輪郭の部分もですねきちっと取れるので、このリキッドルージュに関してはブラシ使わずに付属の先端のチップで塗ることができるかと思います。なんかせっかくなので結んでみようかな。入んない先に結ぶなって感じですよね。すごい不器用なので全然できない。こんな感じですかね、うん、なんかこうやって BA さん皆さんぶら下げてました。うん、ちょっとねこれつけとく勇気はないんですけど、まあ今だけつけとこうかな、せっかくなので。これはオーナメントみたいにしてぶら下げてもいいですよって言われてたので、なんかクリスマスツリーにこれいっぱいつけれたら素敵だよねみたいな話を妹としてました。そのツリー総額いくらになるんだろうって感じですけれども、なんか重くて枝が折れそうなくらい重いんですが、ね、でも可愛いです。やっぱりリップアイテムって使用期限短いので置いてても使えなくなるからある程度来たらお別れするようにしてるんですけれども、これはオブジェ的な感じで手元に置いておきたいなと思います。でちなみにルブタンの方でメンバーズカードを作っていただいたんですが、ほらケースからして可愛いんですよ。このルブタンのレッドソールが付いていて、カードはこんな感じです。多分ね靴とはまた別のカードになると思います。1枚で他の店舗でも使えるということでした。でしかも先日ですね、わざわざあのスタッフの方からこうお礼のお手紙みたいなのをいただきまして、こんな感じのポストカードなんですけれども、裏面にね手書きでメッセージを書いて送ってくださいました。すごいやっぱ丁寧ですよね。というわけで今回はルブタンのリップ2本をご紹介しました。ルブタンアイテムはまだ購入しているものがあるので、もう1本また別でお届けすることになるかと思います。なかなか普段使い用に買うっていう服にはならないかもしれないんですけれども、例えば大切な方へのプレゼントだったりとか、クリスマスとかですね、ちょっと特別な時に特別なコスメが欲しいなっていう時にルブタンのカウンター行くとね、ちょっとラグジュアリー感を味わえるかと思います。今日も最後まで見てくださってありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。愛香でした。